私に先立ちまして両チームのスターティングメンバーをご紹介いたします。はじめにメインスタンド側、本日黒のユニフォーム、関西大学第一高校カイザーズ。オフェンスチームオフェンスライン52番丸山良平3年生。オフェンスライン54番武田あゆた3年生。オフェンスライン79番西原さとし3年生。オフェンスライン50番戸井葵3年生。オフェンスライン72番岡本幸輝2年生。タイトエンド40番熊田亮3年生。クォーターバック1番大安仁2年生。ランニングバック11番向井宏樹3年生。ワイドレシーバー6番谷中雅樹3年生。ワイドレシーバー7番津田亮3年生。ワイドレシーバー10番稲本亮2年生。キッカー80番坂本龍馬2年生。ディフェンスチーム、ディフェンスライン40番熊田亮3年生。ディフェンスライン50番戸井葵3年生。ディフェンスライン66番浜田拓海3年生。ディフェンスライン79番西原さとし3年生。ラインバッカー52番丸山良平3年生。ラインバッカー54番武田あゆた3年生。ラインバッカー22番三浦安治3年生。ディフェンスバック6番谷中雅樹3年生。ディフェンスバック7番津田亮3年生。ディフェンスバック32番吉田優太3年生。ディフェンスバック10番稲本亮2年生。カンター39番今村陽介3年生。以上が関西大学第一高校カイザーズのスターティングメンバーでした。続きましてバックスタンド側、本日白のユニフォーム関西学院高等部ファイターズのスターティングメンバーです。オフェンスチーム、オフェンスライン54番倉地康平3年生。オフェンスライン50番西田幸輝3年生。オフェンスライン69番佐野蓮太郎2年生。オフェンスライン77番利川慶太3年生。オフェンスライン52番林幸太郎3年生。タイトエンド95番藤井健人1年生。かつてもてはやされたあのワイドレシーバー17番鹿島善3年生。ワイドレシーバー81番増田光大3年生。令和6年6月9日、ワイドレシーバー7番高美月3年生。第53回
クォーターバック9番長澤孝雄3年生ランニングバック22番佐井上大3年生バンター98番祈り優吾3年生現在その試合に先立ちましてディフェンスチームディフェンスライン3番土橋龍馬2年生両チームご紹介をさせていただきますディフェンスライン99番荒谷豪太2年生ブラック&イエローをまとっておりますディフェンスライン52番林光太郎3年生スターティングメンバーのラインナップご紹介させていただきますディフェンスライン65番永井三代3年生丸山良平3年生ラインバッター0番さぬき亮3年生ラインバッター6番中健人2年生その脇にタイトエンド40番熊田ディフェンスバック17番鹿島前3年生クォーターバックには1番の大安仁ディフェンスバック11番増田祐介3年生両翼ワイドレシーバーには6番谷中正樹ディフェンスバック1番宮本大輝2年生10番稲本亮2年生を無事にいたしましたキッカーには8番ディフェンスバック4番中村智明3年生ディフェンスフロントラインとディフェンスバック2番川村和樹3年生66番浜田キッカー98番祈り優吾3年生以上が関西学院高等部ファイターズのスターティングメンバーでした最終列キックオフはこの後15時です。試合開始まで今しばらくお待ちください。吉田優太3年生、10番稲本亮2年生を構えます。バンターには今村洋介3年生が入りまして、この試合には挑む形になっております。対しましてこれに対応しますのがバックスタンド側に構えております。兵庫県から進出してまいりました関西学院高等部ファイターズです。こちらのスターティングラインナップをご紹介させていただきます。最前列オフェンスラインマンには54番倉木浩平3年生50番西田浩樹3年生69番佐野蓮太郎2年生77番利川啓太3年生52番林光太郎3年生を構えますタイトエンドにはなんと1年生抜擢95番の藤井健人が入りますバックス陣その両翼にあるワイドレシーバーには17番鹿島前3年生81番増田雄大2年生7番ホウ・リツキ3年生が出ようと構えその中核にクォーターバック9番の長澤孝雄3年生バックスには22番の酒井上大が務めますパンターをオフェンスに配置しましてパンターは98番祈り優吾3年生が務めますディフェンスフロントは4枚、3番の土橋龍馬2年生99番荒谷豪太2年生52番林光太郎3年生65番中田寛大3年生を構え2列目ラインバッカーは2枚としまして0番の讃岐亮3年生6番中健人2年生そしてバックス DB には5枚セットしました5バックを使用しています17番鹿島前3年生11番増田祐介3年生1番宮本大輝2年生4番中村智明3年生2番原村和樹3年生そしてキッカーに95番ファンターを兼ねまして98番の森優吾が入りました関西学院の、スターティングラインナップをご紹介させていただきました両チームその冠に関西の名門校の名前を構えますカンカン対決となります本校大学は本日の一戦では管理対決が行われていると思いますがそれに負けず劣らずの好カードとなりました早速チャット欄の方に、月山パーニーの方からさまざまな情報をいただいております、ありがとうございます、本日その代役という格好になるかもしれませんができる限りその期待に応えられるように全力を尽くしたいとは思っております、パーニーの方で集めました勝敗予想の集計から言いますと、関大地高が勝ちます可能性は 38% 関西学院 62% という統計になっておりますもちろんこれはさまざまな方々の集計表でありますのでこれがそのまま勝つ可能性を表しているわけではございませんがしかし、大方の皆様がご予想されている一つの傾向と見ていただければ結構かと思います
中国選手も多数上がっておりますが、ここでは読み上げるのはちょっと差し控えさせていただきます。かなりの数が多く上がっております。関西、関大地校の方は先ほど読み上げた方々以外ですと2番西名、6番谷中など様々な名前が上がっております。関西学院高等部の方からしましても、中には2年生1年生も抜擢されているという格好になっていますね。19番早見遥など様々な選手の名前が上がっております。実際この両チームは、中学高校を含めましてアメリカンフットボール普及を邁進しております学校でもあり、またその上位には一部トップ校が軒を連ねる両校でもありますので、スターターでない選手であっても他のチームに引けを取らない実力を持った選手が多数目白押しだというふうに私も思っております。この両校は総力を上げて激突します。この2回戦果たしてどのような結末になるか非常に楽しみな一戦となると私は思っております。試合も現在審判団フィールドの中に入ってまいりまして、まもなく試合開始の時をつけると思われます。その時までしばらくお待ちください。お待たせいたしました。これより第53回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会2回戦関西大学第一高校カイザース対関西学院高等部ファイターズの試合を行います。これよりフィールドにおきまして試合前のセレモニーが行われます。令和6年9月9日、場所は大阪 MK タクシーフィールドにて第52回関西高校アメリカンフットボール春季選手権2回戦関西大学第一高等学校会場伝え関西学院高等部ファイターズの一戦がまもなく行われます。試合開始15時キックオフ予定です。これより両校によりますコイントスが行われます。これよりコイントスが行われます。手前側に陣取りますのは左側にあります。コイントスに参加しておりますのは関西大学第一高等学校になります。関西大学第一高校キャプテン7番津田良君、関西学院高等部キャプテン17番鹿島善君です。関西大学第一高校コイントスに勝ちましたが後半を取りします。選択権は神田一高にありましたが、こちらは後半チョイスといたしました。関西学院高等前半レシーブ、関西学院キックオフ、神田一高リターンで試合が始まります。コイントスの結果選択を得ました。またでフライト高校が後半の選択をチョイス。前半戦は関西学院高等部のレシーブリターン、関西大学第一高校のキックオフとなります。これより試合開始の時を迎えます。失礼しました。キックオフは関西神田一高のようです。神田一高のキックオフで試合が始まります。失礼いたしました。神田一高キックオフを務めますのは80番の坂本です。対しまして関西学院リターナーに3枚布陣している模様です。21番、81番、17番が入りました。21番は大西2年生、17番は鹿島、3年生ですね。そして86番は増田です。2年生が入っています。
来て25ヤードを超えた位置で関西学院の攻撃開始という話になります。アメリカンフォールは関西大学男子高校キッカー80番坂本龍馬のキックオフで試合開始。これは関西学院高等部リターナー21番大西龍太がリターン。ボールをリターンしてきて次28ヤード付近より、関西学院高等部前半最初の攻撃開始です。ファーストラインの攻撃、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、後ろ距離は10ヤード。しかしこれは関大高のナイスディフェンス。まずはランニングバック22番にボールを託しました。右オフタックル付近突破を図りましたが、これを関大高54番に関西学院高等部ランニングバック22番に高い全ラインのランプレーされました。関西学院の22番の鉄則は関西大学大高校関大高ディフェンスライン66番浜田拓海のタックルノーゲーに抑えています。関西学院の関西学院高等部セカンドダウン、パス成功、ファーストダウン。関西学院高等部パス成功、ファーストダウン獲得。関西学院高等部高校バス9番長澤高尾からワイドレシーバー17番星島前衛のパス成功、13ヤードを現役ファーストダウン獲得。関西学院の柏3年生の見事なプレーを披露しました。関西学院高等部自陣41ヤードからファーストダウンの攻撃、ボロン自陣41ヤードから関西学院ファーストダウン10。今度のプレーナイスファースト関西学院高等部ファーストダウン獲得。関西学院高等部ランニングバック25番シューラエッグのランプレー、13ヤードを原始ファーストダウン獲得。関西学院高等部敵陣に入り敵陣46ヤードから新たにファーストダウンの攻撃。関西学院相手陣に入りまして、相手陣41ヤードからのファーストダウン10。さあパストール、パス成功、パス成功、関西学院高等部パス成功、ファーストダウン獲得。関西学院高等部高校バスケ9番長澤高尾から関西学院ファスター、ワイドレシーバー19番早水、早水でした、春からのパス成功、早水でした。さあ関西学院相手に関西学院高等部敵陣32ヤードからの攻撃開始、ファーストダウン10。今度はワイドレシーバージェットモーションから関西学院高等部ワイドレシーバー7番ホール、そのまま右を展開しました。約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。2ヤードから3ヤードほどのゲイン、ワイドレシーバー7番はホールでした。関西学院高等部セカンドダウンの攻撃、2回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離は7ヤード。パス成功、インコンプリート、これに競り勝ち、パスを投稿しましたが、しかしこれは関大一高80番見事なパスカバーでパス不成功に変えています。前パス失敗ですのでダウンを1つしなくてサーブダウンに変わります。素晴らしいパスカバーを披露したのは関大学院高等部の攻撃は3回目の攻撃サーブダウン。関西学院相手陣30ヤードからのサーブダウン、3回目の攻撃攻撃に行こうし必要距離7ヤード。関西学院高等部ランプレーを取りました。ここは関西大学第一高校ディフェンスの反応が良くノーゲイン、わずかにロスを奪っています。
関西学院フォースタンドの状況に変わります。ボールオンは相手に30ヤード。さあこの残り1回の攻撃どのように攻守するか。フォーメーションを組んだプレーを展開します。フォースタンギャンブルタッチダウンになります。さあ8ヤード獲得なるでしょうか。ここがホイッスル。タイムアウト。関西大学第一高校前半1回目です。ここで関大一高タイムアウトを取りました。関西大学第一高校が前半1回目のタイムアウトの要求です。タイムアウトは前半後半両チームそれぞれ3回ずつ要求することが認められています。関西学院がフォースダウンギャンブルを仕掛けると判断しまして、ここで対策を練るためタイムアウトを取りました。関西学院非常に鮮やかな先制攻撃を決めております。一気にタッチダウン迫らんと相手陣30ヤード内に入っておりまして、ここでのフォースダウンプレー敢行するというところでタイムアウトが入っております。さあ関大一高これに対応できるでしょうか。関西学院フォースダウン8。タイムアウト終了。関西学院高等部フォースダウン。自陣31ヤードから前半最初の攻撃開始です。ファーストダウンの攻撃に変わります。関大一高自陣31ヤードからファーストダウン10。さあまず中央へランプレー。関西大学第一高校前半最初の攻撃はラインバック11番向井ブロックのランプレー。ゲインは3ヤード。ボールを3ヤード前進させています。関西大学第一高校続いて2回目の攻撃セカンドダウン。一応距離は7ヤード。タックルを振り抜けバースダウンを獲得です。9ヤードのゲインでした。さあこれが関西大学第一高校自陣43ヤードから新たに4回の攻撃を開始します。バースダウンの攻撃。8ヤードのゲインを確保した模様ですが、ここでホイッスルが吹かれております。ボールゲットの地点より15ヤードのペナルティ。関西大学第一高校ホットダウン。先ほどのプレーディフェンスが決めがありましたレイトヒット。
先ほどディフェンスでは関西学院高校部に反則です。この反則は非常に重大な反則として扱われます。ペナルティは15ヤード従いまして判断1号15ヤード、そしてファーストダウンとなっています。ペナルティは15ヤード、関西学院高等部15ヤードを抜退、関西大学第一高校は15ヤードを前進しファーストダウンとなります。敵陣34ヤードから新たに4回の攻撃開始です。関西大学第一高校ファーストダウン権。ここで9位キープ、ショットの方向からクォーターバック自らランプレーを確保しました。関西大学第一高校クォーターバック1番大安陣のランプレー、関西学院52番対応しまして2ヤード、1ヤードから2ヤードに投げております。タックルしたのは関西学院高等部ディフェンスライン52番林高太郎でした。52番の林、3回戦関西大学第一高校セカンドダウン、ファーストダウン獲得まで8ヤードです。関西地高セカンドダウン8、ボールオン相手陣32ヤード。さあここでフルバックのダイブプレー、一周間つくようにフルバックに突進させました。オフェンスラインを関西大学第一高校ランニングバック21番デニズ佐々木のランプレー、5ヤードのゲイン。力強いランを決めましたのは関西地高のデニズでした。関西大学第一高校3回目の攻撃サードダウン、新たな攻撃権獲得のファーストダウン獲得までは残り3ヤード。3ヤードの攻撃を注目しましょう。関西大学第一高校パス成功、ファーストダウン獲得。関西大学第一高校クォーターバック1番大安陣から、大会で40番熊田亮へのパス成功。3ヤードをゲインしファーストダウン獲得です。関西大学第一高校敵陣24ヤードから新たにファーストダウン権。さあ関西地方相手陣24ヤードからのファーストダウン10、これは関西学院ナイスです。ここでランプレーを関西地方投入しました。しかしすかさず関西学院52番対応しました。ここは関西学院高等部ディフェンスライン52番林高太郎がロスタックル、全身保険包帯をロスと表現します。ロスタックルを見事決めましたのは関西学院52番の林でした。3年生です。メッセージありがとうございます。神田一高黒のホームユニフォームをつけているときは非常に強いという、関西大学第一高校セカンドダウン、神田一高セカンドダウン11。さあ左方向へランプレー、しかしこれは関西学院見事対応、スピードによって21番オープンをまくろうとしましたが、これを関西大学第一高校ランニングバック21番デニズと待つ左へのランプレー、鮮やかなタックルを決めましたのは関西学院1番の宮本でした。2年生のコープレーです。関西学院高等部ディフェンスバック1番宮本大輝でした。さあ関大地高サーダン10の状況に変わります。ボールは相手陣24ヤードの位置、ここでホイッスル、クォーター終了、クォータータイムです。ここで第一クォーター終了です。ここで第一クォーター終了です。関西大学第一高等学校0点、関西学院0点、双方無得点のまま攻守高校入れ替え第二クォーターに移ります。